ゴルフがうまくいかない皆さん、一緒に頑張りましょう。小部屋ゴルファー、タカです。今日も練習していきます。今日はですね、またまたウームゴルフ中井プロのタオル、これですね、タオルを脇に挟んでスイングね、この練習方法を試したいと思います。じゃあピッチングからいきます。ユーティリティって言います。事件です。またボールが跳ねて天井に激突。穴は開いてないと思いますけど、いつかガラス割れそうで怖いです。ヘッドスピード 36.4、158ヤードです。最後ちょっと3番ユーティリティ行きたいと思います。タオルないです。ヘッドスピード 33.6、156ヤードです。じゃあタオルなしで3番ユーティリティ行きます。帰らないように改装しないといけないです。はい、今日はこのタオルを使って練習してみましたが、感想としてはタオルを使って5球ぐらい打った後、
タオルなしで打ったらミート率がぐっと上がります。上がりました私は。なので今後もタオルを使って打って、その後自分の今のスイングを練習していきたいと思います。ゴルフで悩んでる皆さん、タオルいいですよ。中井プロの動画を見てくださいね、ウームゴルフの。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。私は今からアプローチとパターを練習してビールを飲んで寝ます。明日も仕事、皆さん頑張りましょう。